今、IT 業界が迎えつつある第二創世期。この波に愚直なまでの技術と品質で果敢に挑もうとする企業があります。匠の精神をアイデンティティとしたその企業の名は株式会社クレスコ。デジタル変革をリードするを経営ビジョンとした IT 企業です。社名のクレスコはラテン語で成長するという意味。企業の成長がすなわち人々の幸福への貢献となる、そんな思いを込めて名付けられました。その社名通り、1988年の創業以来、クレスコは着実に成長し続けています。 IT における各時代のプラットフォームに寄り添いながら、時代の変革に逆らうことなく、自分たちの姿勢をぶらさずに一段一段ステップを踏むように。成長を続けるクレスコを支えるのは3つの柱。一つは金融や流通、社会インフラ、旅行や人材ビジネスなどの各種サービスのシステムを対象にしたアプリケーション開発技術。二つ目は IT 基盤設計やサイジング、ミドルウェアやデータベース、セキュリティなど多岐にわたる基盤システム構築技術。そして社債電子機器やデジタル情報家電、携帯情報端末、産業電子機器などへの組み込み技術。特に IT の基本部分を支えている基盤システム構築技術や組み込み技術においては、創業以前より現在まで約40年にわたり他社の追随を許さない技術の蓄積を誇ります。クレスコは長年の経験に支えられたこの3つの柱に、匠の技術、開発力と高評価に裏打ちされた品質管理で4つの事業を展開。この4つの事業がコラボレーションを重ねることで、次々と新しいサービスを創造し続けています。またクレスコではニアショア、オフショアを含め各社が有機的に連携し、コンサルティングから開発、運用、保守まで付加価値の高いソリューションサービスを実現。海外における開発体制も強化し、さらなるグローバル化を加速させます。では今後クレスコはどのようにその事業を展開していくのでしょうか。今年度2016年度から、クレスコアンビション2020という新ビジョンをスタートさせてます。まあ、アンビションということで、大志とか野望とかという意味なんですけども、我々としてはですね、クレスコグループでやはりこれまでと同じように成長をしていきたいという思いを込めたビジョンになっております。大きく3つのブロックになってまして、一つはですね、挑戦する企業集団ということで、お客様にもっといい価値を提供していこうとか、新しい技術をどんどん追求していこうとか、サービスを、新しいサービスをどんどん出していこうとか、まあそういう会社としてのメッセージ。それから2番目は、洗練された技術力と確かな品質ということで、技術と品質、これはもう創業以来標榜してきていくことです。これを継続してもっと磨いていくんだということです。それから3番目はですね、人材ということなんですけれど、一人一人が輝くクレスコというフレーズで、言っております。やはり私どもの業界っていうのは、やっぱり人、システムエンジニアであったりプロジェクトマネージャー、まあ、そういう人一人一人がやっぱりどんだけ価値を出せるかというのがやっぱり勝負になりますので、そういう3つの強化すべき点をですね、施策に一つ一つ落としてですね、この5年間やっていきたいというふうに思っております。第4次産業革命とも言われる
IoT や人工知能、ロボティクス、これら先端技術にシステムインテグレーションを組み合わせ、デジタル変革パートナーとしてさらに進化します。そしてどのようなプラットフォームが時代を築こうと、クレスコの精神は変わりません。職人の技を IT 技術に、お客様の信頼に匠の精神で応えて成長していく、それが株式会社クレスコです。